KH-4B コロナ衛星コロナ計画は、アメリカ合衆国の一連の偵察衛星に関するプロジェクトである。すべて大文字で、コロナと表記されていることもあるが、当時語などではなく単なるコードワードによるものなので、固有名詞の通常の記法と同様に、コロナのように戦闘のみ大文字とするのが正規である。人工衛星に観測機器を搭載して、 衛星軌道上の高高度から地上を偵察することは人工衛星の研究当初から構想されていた。アメリカ軍でも技術的困難が大きいとされながらも実用化に向けての模索が続けられていたが、1960年5月に発生した U-2 撃墜事件をきっかけとして本格的にプロジェクトが推進されることとなった。コロナシリーズは CIA の主導でアメリカ空軍が技術運用面で補助し、1959年6月から1972年5月までソビエト連邦や中国などの地域の写真監視に使われた。使用された人工衛星の型名は、KH-1、KH-2、KH-3、KH-4、KH-4A、KH-4B である。 KH とはキーホールの頭文字を取ったものである。番号が大きくなるに従って、監視機器が進歩している。例えば、当初一つのパノラマ写真撮影機だったものが後に二つになっている。この片目体験は1962年に KH-4 で初めて使われ、遡って適用された。144機のコロナ衛星が打ち上げられ、そのうち102機で、 使用可能な画像を回収できた。コロナ衛星は3万1500フィートの特殊な70ミリメートルフィルムと焦点距離24インチのレンズを使用していた。当初、高度1 6 5トルから4 6 0トルの軌道で航行し、画像の解像度は地表の7 5メートルの物体の識別が可能なレベルであった。 2機の KH-4 システムは高度を下げることで、それぞれ2.75メートルと1.8メートルの解像度を実現している。皮肉にも、コロナという名称は名付け親が想像していたよりも、ふさわしい名前であった。初期のミッションは、様々な技術的問題に直面し、中でも回収されたフィルムに不可思議な曇りや明るい筋が見られたが、これは次のミッションでは発生しなかった。 この現象は、ルイス・アルバ・レズラ科学者と技術者の共同チームの調査によって、カメラのゴム製の部品から発生したガスの存在の、性による静電放電が原因であると判明した。この問題の解決策として、チームが推奨した手段は、人工衛星の部品の設置の強化と事前のガス放出試験であった。この教訓は、現在のアメリカ合衆国の偵察衛星にも、 生かされている。コロナによるペンタゴンの画像ディスカバラー14のリターンカプセルの回収コロナ計画は当初ディスカバラー計画であった。アイゼンハワー政権時代の1959年初頭に最初の試験打ち上げが行われた。カメラを搭載しての最初の打ち上げは1959年6月のディスカバラー4号で総アジェナロケットで打ち上げられた 750kg の 人工衛星である。フィルム艦は、バケットと呼ばれるカプセルとして地球に戻され、パラシュート降下中に特殊装備の航空機で空中回収された。失敗した場合、カプセルは短時間なら水上に浮かぶよう設計されていたが、第三者に回収されることを防ぐため、ある程度の時間が経過すると水没するようになっていた。最初のカメラ搭載ディスカバラーミッションは、 利用可能なフィルムを回収できなかったが、その後も回収試験を繰り返し、最初に衛星が投下したカプセルを無事に回収できたのは1960年8月10日のディスカバラー13号だった。また、1960年8月18日、ディスカバラー14号のカプセル回収が成功した。これには改造して、 特殊装備を搭載した C-119 輸送機が使用された。この特殊回収機は、後に C-130 輸送機改造の JC-130B に交代した。セイモスという別の計画では、人工衛星上でフィルムを建造し、その画像をスキャンして地上に伝送する方式が採用された。セイモス E-1 と、 E-2 人工衛星計画ではその方式が採用されたが、現像装置の分衛星のペイロードが圧迫されるために多くの写真を撮ることができず、通信機器の能力の限界から連想できる写真数も限られていた。後にセイモス E-5 と E-6 でもフィルム回収方式が採用されたが、いずれも失敗に終わった。コロナのフィルム回収カプセルは、 より高解像度の写真を撮れる KH-7、ガンビット人工衛星にも採用された。ディスカバラー13号は1960年8月11日に地球に戻り、打ち上げ後回収された最初の人工衛星となった。ディスカバラー計画の最後の打ち上げは、ディスカバラー38号で1962年に行われた。その後、コロナ関連の計画は国家機密とされた。 コロナの最後の打ち上げは1972年5月25日で、この際に計画の情報を入手したら式ソ連の潜水艦がカプセル回収地点付近の海域で待ち構えていることが判明したために、その後の打ち上げは中止された。コロナが最もうまく機能していたのは1966年から1971年で、その間に32回の打ち上げ、回収が行われた。 コロナは1992年まで国家機密扱いであった。1995年2月22日、大統領命令によってコロナやその後の2つの計画で撮影した画像が機密解除となった。この画像は人文地理学や自然地理学の研究に大いに役立つことが期待されている。その理由として、小形昇、る、相馬秀弘、高田正氏は、 以下の5つの点を挙げている。1大縮尺地形図や空中写真の絵にくい、急遽3県、紛争地域を中心に撮影されている。2ランドサット、コスモス、スポット、ジャース1などの既存衛星画像と比べ解像度が良い。またあと3社同様、実体使用写真の入手も可能である。3既存衛星画像と比べ安価である。特に実体使用、ペア写真も、 極めて安価に入手可能である。4インターネット上で検索、購入が可能なので、入手の手続きが勘弁である。5撮影時期が1960から70年代と、従来からの衛星画像よりも古いので、既存の衛星画像との比較を通して、これまでにないより長い時代にわたる、地表面状態の変化を抽出しうる。機密解除された画像を使って、 メルボルン大学のチームは古代シリアの政党工場、巨石墓、13万年前の遺跡などを発見した。ありがとうございます。